さあ皆さんこんにちは、今井です。令和始まりまして初めての自主練習です。普段あまり練習できませんので、今日はアメリカ大学に向けてですね、勉強しています恵比寿七瀬くんに相手をしてもらって練習しています。普段皆さんにはいろんな提案をさせていただいております。しっかり自分ができるようにですね、練習していかないといけません。少しですね、見ていただいてどれぐらいのショットが打てるか確認していきましょう。ちょっとですね、映像のテクニックがまだまだついてきませんので、アテレコのような感じになってますが、気にせず、ヒッティングについてご観覧ください。しっかりですね、ボール打ててるような感じはするんですが、ちょっと硬い感じがしますね。もう少しイメージはデミトロフ、機敏な動きがありませんが、ATP をちょっと意識して打ってます。硬く感じるのはですね、このテイクバック、ショルダーターンからテイクバック、インパクト、ラケットの最後のフィニッシュに行くときに、ちょっとこう巻きついてる感じがないですよね。背中がですね、よく動いていないとか、あと軸足から上半身にかけてうまく連動されていないような感じがします。その辺をですね、少しずつ見ていきましょう。ちょっと体重もですね、左側に寄ってるせいでネットのミスが出ました。前に入って打ちたいんですけども、なかなか難しいですね。もう少し見ていきましょう。ずっとですね、フォアを見ていくと、ラケットの面を押し抜いてる感じがしますね。平成もしくは令和時代になってくると、押し抜くというよりも振り抜くという方がいいのかもしれませんね。ラケットの、スイング、そしてラケットの面がですね、体に巻きついていくような感じ、なおかつしっかり面が押せた状態で体に巻きつく感じがいいんじゃないかなと思うんですが、ちょっとですね、私の場合は押し抜いているという感覚の方が強く、どちらかというとレトロな昭和テニスに向いてるんじゃないかなと思います。意識して前に入って打とうとするんですが、ラリーが展開が早いとですね、なかなかそれが難しくて、前に踏み込んで打てない状態になってますね。今のはですね、しっかりかかとからつま先にかけて体重移動ができました。これもですね、どん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 ステップを踏んで軽やかなフットワークというのを意識してたんですけど、スライスの場合はですね、しっかりネットの低いところに中央のスライスが打ててると思います。体の全ての動きをインパクトに合わせるということが大事ですね。あとはボールに対して軸足がどこにあるか、軸足の入り方ですね。今のもかかとからつま先にかけて軸足がしっかりセットできました。これはチワハウスライス一発。そうですね、今みたいに低いスライスが打てるようになってくると、相手が持ち上げる状態になってきますので、
上からドカーンと今のように叩けるわけですね。今はですね、練習ですから同じところを通してショットを打ってるんですけども、実際試合になってくるとこの速いラリーの中にですね、スピンが入ってきます。スピンについてはまた次回練習してみたいと思いますが、基本的にはですね、この熱い当たりでラリーができればいいかなと考えています。踏み込んだ時ですね、膝が90度なってればいいと思います。さあちょっとですね、ラリーが続くほどに体が熱くなってきました。本気ラリーです。スライスはですね、以前から低いですから安定し、そして低いところ通りますね。ここもしっかりテイクバックはボールの後ろに用意しまして、ぐーっと目の前に押しているような感じがわかりますよね。あー、これは肩が出ます。今のはですね、ラケットが前に押し抜くことができずに肘が上がったような状態、ボールが飛びませんでした。イメージはですね、しっかり体の前にラケットの面が通ったり体に巻きつくような感じを意識しているんですが、ラリーが強くなってくるとなかなかそうはいかなくなってきます。ただ準備を早くしますね。しっかりラケットの面を前に、今は押し抜いている感じを作ります。あ、いい感じだ。相手がですね、ボールを打った瞬間ネットを越えるまでには準備が終わっているようにしたいですから、構えを良くしますね。構えを良くすることで反応、動き出しも良くなります。基本的な動作、構える、準備して動いて打つ、戻る、構える、準備して動いて打つ、この繰り返しをですね、ラリーではやっていきます。バックは右肩の上に首が、顔が乗るような感じ、そこからですね、左手を後ろにグッと引っ張ることで開きをなくし、面をしっかり最後まで押し上げていく、これが大事です。さあもう少しですね、ラリー見ていきましょう。本日自主練のご観覧ありがとうございました。普段ですね、練習全然してませんので約20分間の練習だったんですけども、ヘトヘトになりました。最後はですね、構えるのもしんどくなった状態です。普段の努力が大事ですね。それではまた次回です。